皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。監修次郎です。山形匠です。お願いします。お願いします。じゃあクロストーク。はい。トークテーマは初対面の印象。そうですね。どうですか、俺の初対面の印象。初対面の印象は。いいよ。好きに言ってくれていい。初対面の印象ですよね。うん。あれやんな、なんか映画のオーディションの時やな。初対面。俺ら。そうですな、確かその時に初めて会いましたね、うん、テーブルを囲んで、テーブルを囲って4人か5人ぐらい座ってたんですよ、ね、はい、どんなこと思った？いや僕ちょくちょく事務所のプロフィール見てるんですよ。おお、俺も見るよ、はい、で同じオーディションにいた時に、うん、あれこの人って枠俳優さんだったっけなおいおい、またか。僕はあのぶっちゃけ本当にあの、うん、最初芸人さんだと思ってたんですよ。オッケーオッケーオッケー、来るとは思ってた、うん、はい、でそれで、うん、あれと思ってあの芸人さんどっかで見たことあるなと思ってたんですよ、うん、したらあの今日、うん、あの他の人の話聞いててやっと分かったんですよね俳優と芸人さんじゃないと、うん、芸人さんじゃないとまだ俳優とは分かってない。ちょっと分かってきました。オッケーオッケーオッケー、俳優です俺。そうです、ちょっとコメディ寄りの俳優なんですけどね。分かってくださいそれは。はい。そうですね、なんで僕はなんだろう、芸人さんだと思ってました。おー、まあそれが第一印象と、うん、こいつは芸人だと、このおっさんは芸人だ。でも面白い人だなっていうのは喋る前から分かりましたね。俺面白いと思ってる。はい、喋る前からみんな騙されてるね。面白くないからね。面白くないですか。うん、面白くないよまだね何や、なんで笑ったの。いや、面白くないのかなと。あ、面白くないよ。まあ、まだ何回目や、3とかか。 2か。いや、ほぼオーディションでしか会うもんな。2、いや、2ですね。2か、はい、覚えてんな。そんな小刻みで覚えてくれてた。はい、オッケーオッケー。ほんじゃ、俺が。そうですね、僕の第一印象は、まあまあ、やっぱり見た目から入るよね、監修寺君だと。なるほど。やっぱこんな髪の毛ね、金輪髪にしてて、だから、ああそう、このなんかグループのメンバー見た時に、あ、悪いのがおる、一人悪いのがおるぞとなったんですよ。ほんで、そのオーディションの時にね、あ、悪いのが来た、あのサンプラスに入ってる悪いのが来たと。はいはい、ほんで座って、じゃあ普通に礼儀正しく挨拶してくれて、喋ってみてもやっぱり言葉遣いも普通に礼儀正しくて、あれ悪くねえぞと、こいつ悪くねえと思って。だから第一印象、外見の第一印象としては悪いやつ。あ、喋ってみるといいやつ。外見は悪いやつけどいいやつ。そう、あ、よかった。だから第一印象は、監修寺君の場合、天使と悪魔。天使と悪魔、天使と悪魔っていう第一印象だね。はい、第一印象は、うん、天使と悪魔。うん、なるほど。いやでもよかったですね、中身が良くて。そう、本当によかった。俺は悪いやつやったらどうしようかと思ってたよ。何ですか、このグループで。はい、悪いやつがおったらどうしようかと思ってたから。はい、うん、なるほど。いいやつでよかったね。これからやっぱりずっと長いことグループ活動するわけやし。そうですね、うん、大阪好きなんですね俺。今日の T シャツもここにちょっと、おい、やっといじってくれたな、お前。はい、誰もいじってくれへん、こっち。俺大阪の魂こっちに持ってますよ。そうですよね、ことで今日着てきたから。はい、好きやろこういう柄。そう、好きですね。だって柄もやもん。いいね、東京ちょっと違いますね。じゃあやっぱファッションもいいね、なんか。本当ですか。何歳？僕今17歳です。17か、高3。高3です。あ、じゃあ1個下か。ん、1個下やな、ほんじゃ。うん、1個下、1個下。今年1個下です。18やろ。18です。年も近いしね。はい、これから仲良くやっていきましょう。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、僕的な印象は、うん、芸人さんだと思ってた。芸人さんだと思ってた。で、僕の印象としては、天使と悪魔。天使と悪魔と。天使と悪魔です。はい、じゃあ、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、さよなら。はい、ありがとうございました。